すみません、ちょっと緊急で枠取ってんですけど、財布なくしちゃいました。カバンごとどっかに置き忘れてしまって、今見つからないんで、もし知ってる人がいたら教えてください。カバンがなくなって、探しまくってるけど財布もないんで、すみません、どうしようと思ってます。どうしよう、財布がないと生きていけない。どこに、俺もう本当に忘れてて、思い当たるのがご飯食った時に置き忘れたしか考えられないわ。そこがなもうなかったらもう生きていけません。本当の本物の乞食になるしかなくなっちゃうよ。まあでもな、こんなんで配信撮ってもしょうがないから配信外で探すわ。しょうがない。はい。別に七原家パクってないよ。本当にななくすときあるんですよ。皆さん知らないと思うけど、結構物をなくすんです。私め。だからです。はい。ああ。よいしょ。手ぶらで帰ったら多分外も行くわ。でも枠とか行くわ。多分手ぶらで外に、手ぶらでやったんだと思いますよ。現在、暗黒放送の僕です。職業無職。何もしてません。職業無職。ユノンに触れろ。触れてもいいんだけど、発狂怖いじゃん。ライブあります。ドアが閉まります。ユッサン、ちょっと取りに行くわ。あるかもしれない。ああ、財布なくしちゃったね。ちょっと怖いね。まあでもなかったらもう結構なくしてるからしょうがない。胃が痛くなってきた。今ちょっと名前言っちゃったからもう言うしかないから喋っちゃうけど、ユノンさんがですね、2日ぐらい前になんかですね、おぎゃーってね、生まれたての赤子みたいな声を出して、自分の家のにあるですね、木の椅子を壁に投げつけたり窓にね叩きつけたりしてですね、まるでキングコングのように大暴れしてですね、まあ、そう自分の部屋をね、まあ、やる分にはまだしも、エレベーターのね、公共のですね、いろんな人が使うエレベーターにあるなんかその壁にさ、よくその傷つかないようになんかカーペットみたいなやつが貼ってあるじゃないですか。それをですね、怒り任せにひっぺ返したりして、なんかね、こうやって暴れてるっていうのをですね、私の元に送ってきた人がいるんですよ。まあそのね、自分の家でやるならまだしもね、家賃を払って、ね、それで次に住むかもしれない人がいるにもかかわらず、ああやってですね、自ら怒り任せ、何が起きたかはちょっと言いたくないけど、何が起きたかっていうのは分かってるけど、あえて言わないけど、それでもね、配信にムカつけて、ああいうことしてしまうのは、住んでる立場のね、大家さんがいる人間がやることじゃないですよ。二十歳超えた人間がね。
六魔界って何それ、六魔界って。六でなしですよ、本当に。六域の舞がさ、突然発狂してさ、あんなことするなんて、ね。俺嫌いじゃないんですよ、ユノンさんは。だからこそやめてほしい。だからこそね、ああいうですね、暴れん坊将軍みたいに怒り任せに物を叩きつけてたりする行為は見たくなかったよ。みんな言っただろ、大カスはやめとけ、大カスはやめとけって。その進言を無視してね、付き合って後から大カスにリベポルされてさ、全てを言われる。それも含めた上でみんなやめろやめろって言ってたじゃん。でもさ、あんたはね、我を突き通したじゃん、ガオなあ。それでさ、なんかもう丸坊主にしたのはリスナーのせい？関係ねえじゃん。あんた自身が自分で勝ってたやんけ。なんでリスナーのせいにしてたのかわからんけどさ。いや、言ってたんだよ。俺もちょっとね、竹蘭1位だったから聞いてたのね。そうしたらなんか、あの腕にね、なんかそのリストバンド巻きながら、あのストリートファイター2のサガトステージみたいな格好をして、あの帽子を後ろ向きにかぶって、その隙間ね、帽子の前の後ろに入れた隙間ちょろんとね、ちょろげを出しながら、金髪の、うん、なんかそうやってリスナーの丸坊主にしたのはされしたのはリスナーのせいだとか言ったけど、おめえ自身がね、自分でバリカンで剃ってたやんけ。なあ、嘘ばっかつくなよ。なあ、お前が全部やったの、ね。ほんでね、もうね、20超えたね、いい年したんだから、人のせいにしないこと、全部ね、跳ね返ってきたことは自分のせいだと思った方がいいよ。俺も常にそうやって考えてるんだから。今起こってる現象、今ね、起きてるコメント、全部自分のせい。アンチコメントが多いのも自分のせい。人の悪口ばっかり言ってるから自分のせい。全部自分のせい。うん、人のせいにしちゃあかんよ。せめて自分がね、不遇な人物だと分かってんだったら、自分だけに抑えて他人に迷惑をかけないというね、意識が大事。いくらをね、嫌なことがあっても怒っても、ね、赤ちゃんなら分かるよ。小学生だとか低学年のね、赤ちゃんとかね、幼稚園児だったら、おんぎゃおんぎゃおんぎゃ、あのすいません、俺が今さ、おんぎゃおんぎゃって赤ちゃんの真似したら、街行く人が、あの化け、こいつ頭のおかしいね、外事かと思うみたいな目線でちょっと見られたんで、一応米配信やってますよアピールしといた。で、オンギャーオンギャーって泣き分けめく赤ちゃんがね、椅子持ってブンブン振り回して暴れるならまあわかるのね。でもさ、もう成人超えたさね、大人がね、ああいうなんか姿を見せちゃうと、あの誰からも評価されないし、誰からも共感得ないし、ただのわがまま娘っていうしか思われないからさ、ああいうね、なんかね、自分の家の中で自分で飲んだらいいけど、あくまで借りてる立場じゃん。ほんでさ、賃貸契約にもね、そのわざとそういう行為をするなって書いてあるじゃん。ってことです。オリーブさんはバンされたよ。オリーブさんもな 謎バンしたってて逆に怒ってた。なんか、うん、まあ、あまり言うとちょっとトゲが立つ言い方になっちゃうけど、なんかその名前は言ってないように、なんか無期限バンク食らいましたとかなんか言って、なんか戦争、あっちでもなんか戦争してるみたい、あっちでも女戦争が起きてるみたいです。はい、まあ言いませんけど、まあしょうがない。そうだよ。あとさ、俺これね、全然興味ない、なんでジーパンとこの高いの。ジーパンの魅力についてよくわかんないけど、なんでジーパンってさ、6万5000とかさ、なんかそのするんだろうなと思って。そんな需要あるの、ジーパンに。俺全くジーパンじゃなくても短パンでいいじゃん。短パンで全然ジーパンみたいですよね。ジーパン特に古ければ古くてさ、傷つければ傷ついてるほど味があっていいって言うけど、汚いじゃん。新品になんかいいに決まってんだろ。まあ、俺でも中古品好きだよ。車も家も全然中古で、自転車も全部中古、安いからっ
手頃で安いから中古が好きです。新品買う必要ならどこにもねえよ。いや、オナホは中古は嫌だよ。さすがにそれは新品ですよ。あれがやつですよ。ユイガ、俺は心理は聞いてません。ユイガさん、あなたのご意見は聞いてませんよ。今はね、地獄でエンマ大魔王様に裁かれながらね、無限地獄を多分楽しんでると思うけど、すいませんよ。いい子が号泣しながら彼氏募集配信したけん知らん。もうビクニート飽きてんでしょ。ビクニってそういうところあるじゃん。しょうがなくない。ユノンちゃんをいじめるのは、いじめてないからね。俺ね、基本的に名前出す人は、配信上で名前出す人は嫌いじゃないの。本当に名前出さないやつってのが嫌いなやつね。まあ、例えばね、その大阪に住んでる某ね、王、元ホストの某王だとか、女生主集めて、メイドカフェをやってて、僕のコレクションに手を出すなって言って、やってきた人とか、ああいう人物は、古田ね、ヤクルトの古田みたいな顔した、ああいうゴミは嫌いだけど、他は別に嫌いじゃないから。でも逆に、俺、ユノンさんね、暴れぼんぼぶりは、面白かったなと思ってて、久々にね、ニコ生に火をつけたなと思いまして。はい、忍法がさ、俺がインドに誘ってるって言ってるけど、違うからね。あいつがなんか、自分からさ、インドに行きたいってずっと折り曲げないんですよ。で、理由が、インドのね、ガンジス川を見たら、鬱が治るとか言ってるんですけど、治るんかい、そんなもんで。ね、インドでジンギス川を見たら、鬱が治りますから行きたいですって言って、俺と野田総理を誘って、率先してなんかビザ取らせて行こうとしてるんだ。でも、インドのジンギス川って、この世のものとは思えないぐらい汚いからね。普通に生活用品とか下水とか垂れ流して死体とか浮いててさ、普通の人が入っちゃうと、もう赤痢とかね、入るだけでもう皮膚の穴から、毛穴から、病原菌が入っちゃって、ダメらしい。ジンギス川ね、ごめん。何川だっけ？インダス川？忘れたけど。何川だっけ？インダスね。すいません、インダスか。ガチで間違えてた。失礼しました。インドに忍法置いてきて、まあいいんだけど、結構金かかるからさ、3、40万かかるっつってるから。だからですよね。我も行きたい。あ、いいよ。その代わり、ユノンちゃん来てもいいんですけど、インドは、レイプ大国だから女性ね、アジアの女性が一人で歩いてたらすぐに襲われますよ。世界一人口がね多い国で、韓国あまりない国民、インドもね性犯罪の街だから、本当に性犯罪の街で、カースト制度があって、そこで身分の低い人はどんなことをされても上に訴えられないんだって。だからそのカースト制度で低いところのその未成年のね人たちが被害に遭ってるらしいです。恐ろしい。だから行くんだって。俺行かないよ。民法が死ぬほど行きたがってんだよ。もう俺とかちょっと厳しいんじゃないのって言ってさ、ちょっとさ引き気味なんだけど、あいつだけがやる気出しちゃってる感じ。何が目的か知らんけどさ、しかもインダス川に行くのに18時間ぐらいかかるんだよな。あ、ちょっと映像消します。ラジオモードにします。ここに忘れてったんだよ。財布のカバン忘れ物で使ったと思うんですけど、はい、あります。こちらですかね。あ、そうです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。
確かに。確かにいただきました。ありがとうございました。よかった。あったあったあった。いや、助かった。これがあるなしで大違い。みんなもさ、じゃあ俺ね、ちなみに言うと、やらせなんかするかよ。あのね、過去に財布をね、4回ぐらい、拾ったことがあるけど、全部警察届けてますからね。1枚、1円たりとも抜かずに、全部そのまま財布ごと警察官だったり、あとはその店の人に預けてますんで、ゲームセンター、サウナ、トイレ、いろんなところで見つけたけど、全部俺1円も抜かずに渡してるから。普通の人間ってさ、ね、勝手に5000円とか1000円とか1万円とか抜くじゃん。でも僕はね、過去に拾われたことがあるから、それは絶対しないって心に誓ってんですよ。もうクレープはいい、クレープはいい。だからやっぱいいことするとね、こうやって帰ってきますよ。いいことするとこうやって帰ってきますよ。うん、いや、これからも俺人にいいことしよう決めた。人にいいことしようって。あとそうだ、最近うちにさ、いっぱいですね、その俺がなんかコメントが表示されませんって言ってですね、来る人がいます。ただ俺ね、いじってないのね、しょうもない連投とかさ、荒らすのさ、バーバーバーってやつ以外は全く入れてないんだけど、で俺運営に言っといたから、運営の方にメールで、すぐに暗黒放送だけは NG しないでくださいって言って、自分のユーザーも記名したやつを貼って言っといたんで、あれはねちょっとやめてほしいわ本当に。いや、入れない入れない、そんな入れたところで意味ないじゃん。だってアンチを呼び出してるのは自分自身だ。アンチを呼び出したのは自分自身だもん、うん、とよくさ、配信でアンチコメに対してどうしたらいいですかって言うけど、自分自身が呼び寄せてるっていうのもあるし、俺が人のこと言うから人もさ、言うわけであって、だって七原とかってアンチコメないじゃん、七原とかって。なんでかっていうと、人の話題一切触れないから。どんなコメントね、〇〇〇って他のね、石川の力とか書かれても絶対拾わないじゃん。そういった人たちはあるの？あ、俺が見てないんだけどね。ね、そういうのはね、もうない。だ、他の話題を出さない人はアンチコメ少ない。あ、そう。まあ逆に言うと、アンチコメントがないところはもう宗教ですと思います。俺 NG コメ設定してない。うん、 NG コメントは一切設定してない。めんどくせえからやめた。のりさん、のりさん、今日は富士山登って5万円です。俺も富士山行きたかったけどね、もう富士山クソじゃん。富士山もうクソになったんだよ。クソになった理由の一つが、なんか入山料とかでも2000円取るようになったんですよ。あれでも、あ、こいつらクソだなと思って行くのやめた。何が2000円だよな、ただにしろよ。山、みんなの山なんだから、誰のものでもないくせに、なんか 山でさ、入山料とか言ってさ、1000円から2000円に値上げしやがったんだよ。安くねえよ、2000円だよ。だって富士山のさ、てっぺんって何が売ってるか知ってます？なんかこんなちっぽけな、なんかインスタントラーメンが売ってるんだけど、1000円とかさ、あとびっくりした、ペットボトル500円だぜ。どんな世界だよと思ってさ。でも食い物がないから仕方なく食べるんだけど、外国人からは1万円取っていいと思うよ、ね、例えばね、海外からやってきた、ね、外国人たちからは1万円取るのは俺賛成なんですよ、遊びに来てんだから。でもさ、生粋の日本人からね、そんな大金取ってたら誰も来なくなるよ。だって外国人が遊びに来てんじゃん、でも俺らは登りに来てんじゃん、その違いですよ。日本に住んでんだから、だから日本に住んでんだから、日本の富士山なんだから、ただにしろっていうのは理由に合ってるでしょ。でも海外から来た人にとっては、ね、外国の山に登るんだから、そいつらから入山料取りゃいいじゃん。と思いました。
小舟のツイッターの写真でしこるの。おめえだろな。白色の水着の写真あげたからってそれをさ、玉死しやがって。二工事にサービスしましたとか言ってさ、なんなんだあれは。ね、二工事って誰だよ大体二工事って。ね、びっくりしましたよあれには。突然ですね、小舟さんという配信者がいらっしゃるんですけど、何の前触れもなくですね、この水着の写真をですねアップロードしてて、これびっくりしましたねこれには、迷惑をかけた二工事のために一肌脱ぎました、こういう路線では行きません、かっこ笑い。ウヒヒヒフガフガって言って喜んでたらやべえだろね、フガジーがウヒヒヒフガフガって言ってて興奮してたらやべえだろね、ウナ路線に行かないようにご注意くださいね。いやエロ路線はもう俺何百回と言ってるけど絶対やめた方がいい。まあその例えばさね、そのもう30超えてもある程度ねいい年齢いった人は別にやってもいいと思うのね。もうその最後のね若い時にやりたいって思う、ね、記念にやる分にはいいと思うけど、ね、別にカナダさんとかエビピラフさんとかのこと言ってるわけじゃないんだけど、まだね20代前半でさ最初から人がね簡単に集まるからついてそっちの方に行っちゃうと次々と要求が高まってそっち方面しかできなくなって、よくあるパターンが最初は写真集で次は着エロ次はねセミヌードヌードAV 最終的にはねソープランドに落とされるというのさ五段活用があるんですよ、業界 五段活用というねあの方法で、それでさ田中ひとみはさ元さグラビアアイドルから AV まで落ちちゃったりさ、あとね青木凛だってさ元々グラビアだったのにさどん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 さ最終的には、ね、ヘルスに高級ヘルスに落ちちゃったし、そういう風になっちゃうんですよ。自信持ってみんなに聞かせてみて、カラオケはいいよ、だってカラオケ行くと閲覧下がるもん、あと俺歌そんなに上手くないしみんなに見せれるような歌唱力持ってないから、あと俺歌が嫌い、人のカラオケ配信とかなんか気持ちよそうにさありきでいこうとか歌ってるじゃん、気持ちよそうに気持ちよさそうにさありきでいこうとかして喉鳴らしながらさ歌ってるけど、気持ちいいのはおめえだけで聴いてる方からしたら知らねえよって思うんだけど、俺ちなみに72点とかそんな点数しか取れません、だから嫌です。いや嫌だ嫌だ、絶対行きたくない、恥ずかしいから。カラオケ配信するやつというのは自分の歌が上手いと思ってるからカラオケ配信するんだよ、だから逆パターンでガチで歌って下手くそな人を集めたい、で歌の練習したい、親方とか下手くそじゃん、親方さんとかさシェリコフってド下手じゃん歌が、もうさなんかさ言っちゃ悪いけど親方下手くそじゃん、そういった人たちが歌うならいいよ、あと、下手じゃんだって実際に下手に下手って言って何が悪いの、勇気も下手だよ、勇気は独特性がありますアムナ知らん、アムナはこの間になんか水着配信やってなんかガッポガポにねお誕生日ギフト甘ギフトこの時来ましたよ放送やってました、あいつ着替えて、わざわざさ黒水着かタンクトップからなんか服着替えて、しかもセーターでちょっとさ胸がちょっとさねアピールできるような服なんか着ちゃってさ、いや見るもんないもん、ニコ生って見るのある、基本的にあんまりもうまとめでパラパラって見るぐらいでさ星屑ジェットさん辞めちゃったからさそんなにないんですよ、でもおうち財布があったからよかった、これなくしたもんだと思ってなんか買いに行こうかな、なんか使ってほしいのある、本当に財布見つかってよかったからなくなったもんだと思って、中に漁られてねえだろうなお金だけ、
あ、クレープはいいよ。千円札だ。これ。N 国党のタグカード。これがないと参議院会館入れません。あとなんだこれ、なんでこれ入ってんの。ロビンソン、会長ロビンソン。などこ行ってほしいのある？シャマのソープで行きません。どっか行ってほしいとこなかったら家帰るよ。充電もないし。ジーンズ死んでもいらない。服とか本当に興味ないんだけど。洋服とか髪型とかってさ、ガチノンにも興味ないんだけど。コソープ、それ馬ゴンさんでしょ、ね、もうそのコメント触れないって言ってたよ。馬ゴンがソープについてはもう馬ゴン触れないんだってさ。カラオケ行ってもリスナーさんが楽しめないじゃん。それが嫌なんだよね。自分自身がさっき歌ったところで リスナーさんが楽しめないんですよ。だから嫌なんだよな。帰ろうか。別に無理して配信せんでもいいから。まあ財布見つかったし。リスナーがね、雑談する分にはまださ、あのコメントのキャッチボールできるけど、楽しめないんですよね。贅肉ちゃんにたんまりギフトするわけねえだろ。だって麻雀前に誘ったらさ、その場では返事せずにリスナーさんに聞いてから返事しますねって言って 100% 反対されるに決まってんじゃん、うん、出てほしかったんだけどな、贅肉ちゃんさんには。麻雀企画やりたいんだけど、あんまし人が集まらなくなっちゃったからさ。あと麻雀に需要がないんですよ、そんなに。俺はやりたくてうずうずしてんだけど、見てるリスナーが麻雀のルールについてついてこれないのとわからない人が多すぎちゃって、雑談のさ、楽屋の方に行っちゃうんですよ。それが難点。麻雀俺、まあ、上手いとは言えませんけど。怒られた、怒られねえ。別に俺今更もう怖いもんないから、うん、だからもうあんま怖いってものはない。この年になってもう失うものがない、なくなると。マックにトゥミキバーガーって何？何トゥキミバーガーって？トゥキミバーガーって何ですか？月見バーガーのこと言ってんの？いや俺もまさかと思うけど、どこぞのね味噌汁を入れた人みたいにちいかわの不気味な格好をしながら笑われながら行かなきゃいけないの？全然面白くないから行かないの。いいっす。月見じゃなくて雪見に。もうすぐ9月だよ。もうすぐ9月ですよね。もう9月か。もう9月の3日なんですよ。9月3日か。いや、ゲームできません。あの誕生日にポリ焼き祭りやるやつは本当に訴えますね。やめてください。あれはいやあの覚悟な、覚悟は万になる覚悟がある人間だけがやっていく企画だから、覚悟もなく中途半端な雑魚がやったところでさ盛り下がるんだよ。中華街、あ、いいね。この時今から行くと1時間以上かかるからさ、行く場所がないよ今から。どっかさ、あ、9月4日か今日。お財布見つかったからそのお礼として行ってもいいんだけど、どこ行こうかなと思ってさ。
どこ行こうかな。いや行く場所ないんだよな。どこ行こうかな。いや行こうかなと思ってんだけど、ゴミ屋敷は、疲れてた。今日さ、家の中でずっと財布探してたら時間があっという間に失っちゃったからさ。ダチョウ王国潰れたよ、あそこって。千葉県にあるダチョウ王国って確か俺が行って2020年に潰れた、僕が配信しに行った後に久々に調べて配信でも行こうかなと思って調べたらダチョウ王国潰れました。潰れた。誰ミアって。ミアっていうユキのユキに顔がそっくりなね、寝配信大好きの人からいらっしゃい、天然ボケキャラクターの人からいらっしゃい。早く呼んで。いいですか。いや見る方さないよ本当に。特に男配信がマジでなくて、さすがにイノシシがね、そのチクラン1だとムカつくじゃん。あんなさハゲが。使えねえの。使えねえ。クソポンがマジ一人ちょっとムカついてるやつ、クソポンだけは俺許せないからさ、ちょっとクソポンが始まったらまた俺ちょっと教えて、使えませんでした。ちいちゃんの影送りって教えてやろっかね。みんなに面白いゲーム一つ教えてやるよ。真似していいからね。影を目を開けてまま15秒間見つめてください。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 その時絶対目を閉じちゃダメだ。ほんで終わったと思ったらすぐに上見て、なんと自分の影がふわっと白い影が見えます。これちいちゃんの影送り。ちいちゃんの影送りというね、国語の教科書でやってたよ。15秒間自分のこの影を見つめた上にすぐに、ね、空を見ると白色の自分の未来の姿が浮かび上がる。白色の影なんて。これやってみてください。嘘じゃないんで、はい、以上です。本当にしょうもないこと言ったね。本当に今のはオワコントークだ。オワコンがするオワコントークでしたね。緑ビッグ文字さん正解です。オワコンがする本物のオワコントークでした。わざわざ 外に出てこんな話する必要どこにもないよな。終わりますか。じゃあ、終わりますか。ネタもないし財布見つかっちゃったし終わるか。ちょっとどっか行きたかったけど、また行く場所あったら探しといて。居酒屋行って何が、居酒屋に何があんの。中華街行っても何があんの。何もねえじゃん別にこの時間行っても。本当にやる今日の配信も最近配信ひどくないかなと思ってさ、もうこれもね自分自身で反省してんだけど、自分の配信タイムして見直して、最近自分の放送を見てもこれやる必要あったかって、逆にやらん方がさレア感が上がってよかったかなと思う時があるからさ、ちょっとねやりすぎ、なんか無駄な配信をやりすぎないように気をつけんといかんと思ってます。中身がすっからかんのさ、ただ枠をつけて飯食うだけのさ、ポン吉の配信とほぼ変わらないようなことやっちゃいかない気がしてきました。なんで無限の DM 無視の無限さんから謝罪が来たよ。お前のさ切ったリスナーのせいでさ、無限くんからなんか謝罪が来てたわ。関係ないけど。いやー暑いね。
あとニコラ津山さんのことをさ、コンクリート殺人事件の犯人だっていうね、あのことをなんかリスナーが書いて俺が配信って言ったら、多分偽物だと思うけど、ニコラ津山さんから、いやガチでやめてくださいって言って、ガチ切れの短文のやつが来たけど、あれ本人かな、ヤフーメールにさ、俺が リスナーが書いたんですよ。あのニコラ津山はね、女子高生コンクリート殺人事件のなんか犯人の一味だっていうコメントが前、暗黒放送取り上げたの、絶対そんなわけないじゃん、絶対違うって言ってたんだけど、なんかそしたらそのニコラ津山さんという方から連絡が来て、やめてくださいって言って、短文で来てた。あんまりそれはねちょっと良くないことなんでやめましょう。もうクレープいいっす。ちょっとね、配信の中身薄っぺらすぎるわ、今日の放送は。ちょっとさすがに今日の配信は、この後、2チャンネルで叩かれても仕方ないような内容でしたね。すいません、でも財布が見つかったことに対してね、喜んでください。財布が見つかって、とりあえず良かったです。あと、ユノンさんね、もう、自分のね、あなたの家じゃないんだから、暴れないで。本当に椅子持ってバコバコやってさ、それをやったところでね解決しないから。赤ちゃんとかね、幼稚園だったらわかるけど、あなたは二十歳を超えた成人女性なので、ああやって暴れちゃうと、一応それを見てる人たちがいるわけだから。ユノンをインドに連れてけ、もう来ていいよ。その代わり襲われても手助けないけど、インド人の。でもインド10月ぐらいって言ってたら大丈夫かな。まあいいや、終わります。とりあえずありがとうございました。一旦終わります。わーわー言うとりますが、お時間です。さよなら。